ベルトビズ。こんにちは、天羅万象久保田勝です、えー。昔から風薫る五月と言いますよね。あのー、薫る風と書くこちら、この勲風と言いますけど、この勲風は俳句の世界では夏の季語です。よく晴れた五月の風って、確かに気持ちいいですよね。でも同時に、五月は時にですね、恐ろしい風を吹かせることがあるんですね。 天羅万象でも春というのは一年でも最も平均的に風が強い季節だという話をして。さらにその原因は主に温帯低気圧なんだということはあの何度かお伝えしました。皆さんメイストームという言葉はご存知でしょうか。こちらですね。実はこれあの和製英語なんですね。直訳すればもうそのまま五月の嵐ということになるんですけれども。この言葉が登場したのは今を遡ること六十七年前になります。 1954年、えー、昭和でいうと昭和29年の5月のある出来事がきっかけでしたこの年の5月9日から10日にかけて日本海で温帯低気圧が急激に発達して北日本をわーっと駆け抜けていったんですで出漁していた多数の小型の酒松漁船がです、ね、逃げ場を失ったまま暴風や大しけに巻き込まれてしまったんですねで当時はまあ気象衛星はないですしもちろんコンピューターもありません そして観測体制、予報技術もまだまだこれから発展していくという時代です、昭和29年ですからでそこに、まあ、確かに発達中の低気圧があるというのは分かっていてもそれが現在どのぐらいになっているのかという細かいこととかです、ね、今後どうなっていくかということにつきましては、まあ、あの現在の観測技術、分析それから予報の伝達とはもう比べ物がな,らな,な,なんないわけです、ね。よしかもも当時のの小型漁船にはです、ね、無線設備を積んでいないなも たくさんあったんですですから海の上では今どうなっているのかがわからないっていうことなんですねではこの1954年5月の低気圧の発達を当時の天気図で見ていきましょう1954年5月8日夜9時の天気図です、えー、注目したいのは朝鮮半島南西の航海にある前線を伴った低気圧です 中心気圧は1000ヘクトパスカルなんですけれどもその1000ヘクトパスカルの等圧線をちょっとね、こう赤くなぞっていました取り囲んでいますね小さいです、えー、そしてもう一つ中国の東北部にも低気圧があるのでこちらも注目してください12時間経ちます、えー、5月9日朝9時2つの低気圧はともに北東に進んで12時間でも急速に中心気圧が下がり出しています発達しているわけですね そして千ヘクトパスカルの等圧線に囲まれた範囲ご覧ください。劇的に拡大しています。この二つの低気圧を含む南北に長い大きな気圧の谷日本海に。ぐっと乗り出しているわけですね。でこの頃北海道の南東沖にはもう小型のサケマス漁船が多数出漁しているわけなんです。さらに十二時間。五月九日の晩二つの低気圧は北海道のすぐ西で合体して一つになっています。 中心気圧は970ヘクトパスカルと台風並みになりました1000ヘクトパスカルの等圧線に囲まれた範囲もさらに大きくなって日本海の大部分と北海道、本州を積みえ包み込んでいます等圧線の間隔が狭くて非常に強い風が吹き荒れています多くのサケマス漁船がいるネムロの南東沖も急激に南寄りの風が強まって海は大しけになっていますで10日の朝 低気圧は北海道横断してオホーツク海へ出ています気圧は952ヘクトパスカルですからもう強い台風並みに発達しました漁船群は今度は西から北西の暴風にさらされて10メートルにもなろうかという猛烈な死刑にもう翻弄されてなすでもない状況ですあのこの急速に発達した温帯低気圧に巻き込まれて遭難したあの漁船というのは400隻を超えているんですね そして死者行方不明合わせて361人という大変な大惨事になりましたまた北海道の陸地も強風が吹き荒れて建物が倒壊したり大火大きな火災も起きたりして多くの犠牲者を出しています でこの事件をきっかけにしまして日本付近で急激に発達する温帯低気圧の観測と研究の重要性が強く認識されたんですね同時に5月の嵐、メイストームという言葉を関係者が使い出したというわけなんです。とところで嵐いいえば台風を思い浮かべますよね で台風は熱帯低気圧のうち、温帯低気圧ではなく、熱帯低気圧のうち、えー、日本を含む北西太平,太平洋と南シナ海で、まああのー、発達して、中心付近の最大風速が17.2メートル以上になったもののことを言います、それが台風です。一方、メイストームの主役の温帯低気圧は、まあ、中心付近の最大風速がいくら以上だと、何々という風による分類はありません。 さあ、このお2種類の嵐の違いといいますか特徴はどんなところにあるんでしょうかちょょっとご覧いただきましょう、えー。台風、すなわち熱帯低気圧と温帯低気圧の一番の違いはそのエネルギー源にあるんです。ね。熱帯低気圧は暖かい空気の中の大きな渦巻きなんですけど、主に暖かい海から立ち上る水蒸気を吸い上げてその水蒸気が集まって水。 これを理科では凝結って言いますけどもえつままり雲ににになるる放出すすす熱を原動力にしていますですから熱帯低気圧や台風は陸に上がったり水蒸気の少ない冷たい海にやってきますともう衰えるばかりで熱帯低気圧としてはすぐに衰弱してしまいます一方の温帯低気圧は北半球で言いますと北側の冷たい空気と南側の暖かい空気の境目で発達するものなんですね。 で冷たくて重たい空気は暖かくて軽い空気の下に潜り込もうと動,く動きます、そして暖かくて軽い空気は逆に冷たい空気の上に這い上がろうとするということで入れ替わろうとするんですね、この温度差による大気の運動が主な温帯低気圧のエネルギー源になります。でもう一つ。 台風は中心の気圧がとても下がるのが特徴でこれまでの最低気圧は1979年の台風20号による870ヘクトパスカルという大変な低気圧なんですね、低い気圧なんですね。一方の温帯低気圧は北大西洋では920ヘクトパスカル前後に発達することがあります。まあ、日本付近でですとヘクトパスカルぐらいいしょううかねもう一つのの両者の違いは 台風内し熱帯低気圧よりも温帯低気圧の方が暴風や強風の範囲がはるかに大きいということなんです。先ほどの1954年5月のメイストーム猛烈に発達した温帯低気圧と同じ1954年の9月にやってきまして北日本にを通過して当時の青函連絡船東、ね、遠山丸の転覆沈没事故を引き起こ,き起こしました遠山丸台風。 これどちらもです、ね、北海道渡島半島の西側のほぼ同じ場所を通過したんですけれどもちょっとと、ね、比べてみたいと思うんです天気図を見比べると北海道渡島半島のすぐ西にあったときメイストームの温帯低気圧の中心気圧は970ヘクトパスカル、遠山の台風の中心気圧は958ヘクトパスカルで中心付近の風速は遠山の台風の方が大きな数字でした。 でここで、えー、同様にですね、先ほど同様に千ヘクトパスカルの等圧線を台風の方にもちょっと引いてみたいと思います。すると気圧が低くて、まあ強い風が吹く閉じた範囲というのはこれやはり温帯低気圧の方がはるかに大きいことが一目瞭然ですよね。台風は中心付近の暴風が非常に強いのですけども、発達した温帯低気圧や はですね、暴風や強風の範囲が台風よりもはるかに大きくなることも珍しくないんです。で4月から5月にかけて温帯低気圧が猛烈に発達しやすいのは冬の名残の冷たい空気がまだ北の方に残っていてで南からは夏に向かう暖かい空気がだんだん,だん,だん上がってくるということで、まあ、それが日本付近でぶつかり合うということなんですね。 温度差があればあるほど、この寒気と暖気は強く入れ替わろうとこう運動しますので、大きな運動エネルギーを低気圧に与えます。ですから温帯低気圧が発達しやすい。それがこの季節というわけなんです。まあ言ってみれば、メイストームは目に見える形で、冬と、さりよく冬と、そして迫りくる夏がぶつかり合う姿だとも言えるんです。天羅万象でした。 最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします